Okay. I hope you're not wasting my time. うわー、ここ、閉じてたら回しで最高だったけど。まあちょっと、贅沢は言わないで置いておくか。You are gonna pay me for this, right? Okay. What do you want now? まあ詰まってるね、ぎっしり。最後まで。Gotcha. 最近トッポ久々に食ったけど、なんか、結構良かったね。なんかトッポって、結構控えめな甘さだなって思った。カントリーマームはさ、ちっちゃくなったよな。まあでもそれも時代の流れだから。なんかね、子供の頃に、友達の家で食ったカントリーマームは、もっと漫画肉みたいにでかかった記憶あったけど、なんかちっちゃくなったなと思ったね。まあでも、わかんない。あんなもんだったんじゃない?やっぱ俺らが、小さい頃もさ、俺らが大きくなったんだよね。やっぱり。俺らが大きくなったんよ。それでやっぱ納得できるのが大人になったってことじゃないですか?君たち。君たちはまだ子供か?大人になりたくない。まあでもいいよね。子供でいられるうちは子供でいていいと思うよ。やっぱ Our forces are in danger. Yes, tell me. やっぱねー、 You again. ここでなんですよね。アイドルマスター U149はやっぱこれをテーマにしてるんでね。ちょっと気になる方は。大人と子供の違いってなーに?という、あのソクラテスも考えていた、この問題に立ち向かっていく。ソクラテスがやっぱ晩年考えられていたと言われる、この命題に立ち向かっていくアニメなんですよ。ソクラテスは暇だったし、マジで嵐だからね。現代にもいっぱいいるだろうな。配信者向いてそうだな、ソクラテスは実際。配信者向いてそう。か、マジでコメントしてそうだよね、めっちゃ。マジコメ欄で荒らしてそう。荒れそうな話題を、その、遠慮なく投げかけてきそう。なんでこれについて触れないの?みたいな。やっぱ一番厄介なやつは、ラインギリギリを攻めてくるっていうか、こう、マジネチネチしたやつは厄介だよな。こうなんかさ、見るからに嵐だね、やっぱ。まあ、こいつは嵐だし、やってなるけど。やっぱギリギリを攻めてくる。本当のアンチは。ギリギリを攻めて、そうなんか、賛同させるんだよな。コメント欄にいる、潜在的なそういう奴らを。で、空気がどんどん悪くなってくんだよね。よどんでいく。